こんにちは。声かじ TV のこげです。梶川です。今日は中学生の時に、どんな生活してたとか、学校のこともね、話していけたらなと思います。何年前ですかね。13歳だな。20年前だな。やばいな。20年って結構やばいっすよね。20年前は、あれ、中学は公立の中学ですか。そうです。中1入る時の最初の身体測定で140なかったです。139.5 で震えました。おお、ミニモニもミニモニだ。いや、マジでやばかったっすね。じゃあもう背の順とかはもう一番前と一緒。一番前か。じゃあね、一人だけ詰めて、あ、いたんだ。だからこれはしてないです。それはしてない。ちゃんとこうやってた。でもマジちっちゃかったっす。まあ今もちっちゃいけど、俺多分ね、162.3 だった。うん、だからもう今なんや。多分、いや、わかんない、ちょっと覚えてないけど、中1でね、普通にサッカー部、いや、中学は部活としてサッカー部がなかったので、サッカー部ないとか、うん、なんかないっしょ。だから、もう衝撃っすよね。だから、中学校は帰宅部で、じゃあ帰宅部で、学校はすぐ帰って、自転車で練習する場所。毎日？いや、毎日ではなかった。科目金土日やったんちゃう。科目金土日を、うん、俺も、うん、サッカー部に入ってたけど、所属してるだけでいいんでしょ、別に行かなかった。あ、でもね、行ったりもしたけど、結局すぐ、まあ、辞めていいってなってすぐ辞めて、まあ、どうせ試合に出れるわけじゃないし、二重登録になっちゃう。まあでもね、途中から陸上部に入ったんだけど、でも今の足の速さ違ったんや。先生に誘われた。うん、もう足速かったんですか。足速かったのかな。何なんですか、まあ、誘われた。でもその帰宅部だったわけじゃん、途中から。で、声かけられて、もう途中から入ったから、もう入った2日後ぐらいに大会やって。変のかな。種目が、やっぱほら、そもそもいる、いるでしょ、専門があるじゃん。いなかったのが 400m の2日前に、やる時もある。スタブロってわかる、はい、スタービング、はい、あれのやり方も、まあ、2日前ぐらいに押して、で、当日行って、もう緊張しちゃう。もう、まあ、そりゃそうですよ。サッカーのいきなりやし、クオークとさ、あのスタートって全然違う。そのスタートの重要性というか、その緊張感、まあ、取り返しつかない、そこでミスると。でも緊張しすぎて、しっかりスタブロ逆につけちゃって。一人だけ逆につけちゃった。やばーみたいになって、焦りながら、なんかこう。あんねん、なんかこの、はい、足ちょっと、あー、こう、いや、見ます見ますよ、足こうやって引っ張られてるでしょ。わかるんだけど、よーいった全速力結構速いわけよ、みんな。まあ、それはみんな、最後にね、こうやって徐々に上げていったりとか、うん、こう、第3コーナーのあってさ、はい、最後の 100m の時マジでもう動けない、もう全く動けなくなって、へぇ、ただもう、なんつう、時が過ぎるのをゴールを目指すだけ。クラブチームだといろんな地域から集まってくるし、はい、そういうのとか結構いた。そうか、小学校からそのあ、そうです。だからもうみんな知ってる。ほぼ知ってる。ああ、そういうことか。小学校は結構強かったんですよ、そのチーム。めちゃくちゃ全国も出たりとか、うん、中学はやっぱそういうどんどん出てくるわけですよ、うん、そういうのがね、セレクションしたチームとは、うん、だから、まあ、そんなに全国に行くとかできなかったんですけど、県大会で最後はベスト4でクラブユースだと。そうです。で、ヴィッセルで PK で負けて、そうですね、めちゃくちゃ強いなっていう感じではなかったですけど、俺もやっぱ3県ベスト8ぐらいだったかな。勝てそうで最後勝てなかった、うん、クラブチームだったけど、俺が2期生だから、うん、入った時にディプロマッツか、そうそうそう、入った時に3年生は1人いたんだけど、だからほぼ2年生と俺らしかない状態で、はい、だから小学生の時に、まあ、アンジャンセレクションとか、はい、まあ、一応親が調べてくれて、まあ、レッツとか、まあ、まず全部セレクションがいいやん、セレクションがいいで、プラスもうレッツとかに限っては家が通すんで、仮に受かったとしても通えないで、たまたまその小学生の時に入ってたトレセンの埼玉県のこの東西南北が西部地区トレセンみたいな、うん、そこの人が新しくチーム始めるっていうので声かけてくれて、ではもうセレクションもなく、うん、人数がその小学校からも上がったって感じじゃなかったから、もう最初何人、36人ぐらいいたから、でみんななんか網だくじかなんかくじで背番号決めて、36番とかいたから、
で俺19番無事それが今の番号に。そう今の番号に行ってるんだけど練習とかもあれ河川敷でしたゴールになるとこで遅い夜暗くなってきたら、うん、保護者の人がライトを照らすみたいなとかでね環境的にはそんなむちゃくちゃ今とか多いじゃないですか多いね確かにすごい見てて恵まれてるなみたいな俺めっちゃ基礎練はやったよやったっていうかその中学ですか基礎練を、まあ、チームの練習にあったから、うん、でそれをすごく大事にしようっていうか言われてたから、うん、あとはとにかく怒られて走ってたあー超怖かった1年生の時とか今だったらあれだけどある試合もうその期間中よ同じ期間中なんだけど、うん、ある時はなんか天気悪くて、うん、めっちゃ雨だったでもう水溜まりとかあってそしたらもうその試合行く前に一回ちょっとスライディングしようみたいな汚れんの嫌がるならその前に汚れとこうみたいな感じでそれはマジ一緒でしたわ一回汚れるじゃあもう振り切れますもんねもうめちゃくちゃだった試合中にずっと呼ばれるうわそれなんか他のチームで見たことあるわ呼ばれてるとプレイしたじゃんプレイしたに呼ばれてお前らこうなったかってこうで終わった後にゴールで足がされるって今とかやったらマジでないっすもんねそ今はないだろうねないでしょうねさすがに試合中に呼ばれてるって見たことあるもん呼ばれてる人でやっぱその中学の3年間がね、まあ、ターニングポイントというか相当育ててるあの3年がなければ今には絶対繋がってないから今あるけど中1の最初の県トレセレクション、僕、ちっちゃかったわけじゃないですか、うん、で、めっちゃ調子良かったんですよ、選考会、うん、小さい選手はいらないみたいな、えっみたいな、あっ、俺も確か1年の時はね、最初入ってなかったな、県選とかって、埼玉県の東西南北のそれぞれのトレセンがあって、うん、そこで対抗戦をするわけです。